どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。ブラパと左引きの連などを現在連載しております。今日はですね、私の義理の父が時計愛好家でして、何倍も時計に詳しく何倍もお持ちなんですよ。義理のお父さんとそもそも趣味が同じってすごいラッキーだなと思って、もう会うたびに時計の話とか時計見せてもらったりしてるんですけど、今日は東京にいらっしゃるということで時計を見に行こうという回でございます。ファイヤーキッズっていう、まあヴィンテージウォッチ好きな人だったらまあみんなご存知っていうか、 YouTube でもねやられてるんで、YouTube の見てる人は特に知ってると思うんですけど、ファイヤーキッズさんに行って、そこで以前買わせていただいた時計をちょっと調整してもらおうかなと思っております。義理の父と二人でお出かけというちょっと変わった回になりますので、よかったら時計好きな人は一緒にお散歩してる気分で見てもらえると嬉しいなと思います。まあお散歩といえばエルメスのっていうか、某メゾンブランドの、有名カバンが欲しくて、パトロールを知るという物欲バラエティ漫画ブラパと、現在大変好評いただいて販売しております。ちょっとね、本当にマジで書店でなかなかすぐ売れちゃうんで、それこそパトロール状態になっちゃってる人もいると思うんですけど、Amazon とかだったらいつでも買えるんで、よかったらぜひお手に取ってみてください。それではよかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。そういう話乗ってくれる人少ないよね。話してもわからんって。いや、だからみんな店やるんじゃないですか。だってさ、もうお客さんだったら話し放題じゃないですか。そう。だって話聞きに来てるわけだから、お父さんがお店で待ってて、時計の話を永遠にする。うちの母ちゃんに言っても全然チンポンかん。まあ、それは多分ずっと無理です。無理や。何年経ってもわかんないです。だって、そういう話したらもう、つまらん言ってね、言われるし。つまらん。うちもそうですね。あなたが楽しそうでよかったって、それで終わっちゃうんです。いや、だって時計屋やったらもう一生ボケないっすよ。絶対、何歳になっても絶対ボケない。だから、こうたくんとエリちゃんがセレクトした洋服も扱って。ああ、すごい、こうね。そう。夢ですと。夢ですよね。本当に。家族みんな何かしらファッションですもんね。ファッションとかそっち系ですもんね。僕も学生時代で言うと洋服屋さんとか。だって洋服屋さんが夢だったんですもんね。いや、全然今からでも全部叶いますよね。洋服セレクトして時計を置いて。それをずっと趣味にするのか商売にするのか、うん、商売だったらほらどうなんでしょうね。だからただお好きなもん置いとって、うん、好きな人が買ってくれっていう、でももう生々しい話、もうあれじゃないですか、家賃だけじゃないですか、うん、家賃さえやっぱ最強のそのお店経営って家賃がかからない場所でマイペースにやるのが最強って、ね、うん、で従業員もね、そのそんなに一人でできるし、僕の母なんか今暇してるんで父がね亡くなってお店畳んだばっかりなんで、うちの母は今手空いてますんで一族経営ででもお父さんのカメラとかいっぱいあったよね。カメラはねもう売りました多分。うん、カメラは全部そのちゃんと、ちゃんとっていうか引き取ってもらうところに多分引き取ってもらったんでしょうね。だいぶあったよ。でも別にそんな趣味でなんか集めてたってない。うちの父ね、あんま写真好きじゃなかったです。本当に仕事、そう、本当に仕事でやってて、あれはあんま良くないパターンですね。写真が好きで好きで仕方ない人間ではなかったですね。うん、いや、でも時計と服を一緒に提案する店って、有名店いくつもありますけど、めちゃくちゃいいと思う、なんか。しかも多分、こうたくん宣伝してくれます。こうたくんのファンがいっぱい来ちゃうかもしれない。今だからちょっと時計ブーム一回が来て、ちょっと落ち着いてっていうのは、資産にするのに言えないよな。そっち一辺倒のブームが一旦落ち着いたところで、その本当にお父さんみたいに、そのアンティークヴィンテージウォッチ好きで、っていう人の提案を届けたい。今から行くファイヤーキッズさんとかもすごい
いいですよね。ああいうとこで欲しい。今誰が店長？野村さんやる。もう違うとこ行っとる。野村さんいますよ。うん。この二人ともあのファイヤーキッズの YouTube めっちゃ見てるって。見てる。すごい共通点じゃないですか。もう YouTube で見て大笑いした。義理の息子が同じ YouTube 見てるの面白い。そういう知識やっぱね、専門店の人からやっぱ聞いてもらうな。いや本当になんか行くたびに知識増えて楽しいですよね。本当に多分な、お父さんがその時計の話してる時と、こうたくんが YouTube で服の話してるテンションが似てます。こうたくんがマルジェラ語ってる時と同じ。あいつよく勉強したよね。すさまじいっすよね。本当にな、オタク気質引き継いでますよ。いや、本当に親子でやってほしい。で、僕の漫画も置いて。書店。全部、身内のもの全部売ってる。いいね、それ。うん。俺の服だけでも多分売れる。うん。ね、さっきもだって、僕が全くついていけない、ラルフ・ローレン話してました。全くわからない世界。ブルックスの方が高級なんですか？あんまり変わんない。ブルックスの方が高い。高いね。うん、僕もなんかちっちゃい時、あの、ポロの、あの、クマのスウェットを、その、訳も分からず買い与えられ着てたんですけど、それを着てたらなんかそのクラスメートになんかお金持ちみたいな言われて、あのお金持ちのクマのスウェットだみたいな、そう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 って言われたから、あ、お金持ちなんだと思ったら、あの全然お金持ちじゃなかったです。あのよくよく考えたら、ただその服を持ってただけ。ファイヤーキッズいつぶりですか？2年ぶりぐらいだな。今日はあの言い訳が、僕が一緒に行くっていう言い訳があったから、いやだからまあ今度もそうしましょう。今度来た時はあの俺はあの大輔くんと行くよみたいな。一日はね付き合ってもいいんだけどね。うん、孫にも会いたいし。まあ確かにそうです。それもある。そう、孫なんか一番時計興味ないですからね。あのぶっ壊しちゃうから。危ないよ。危ない危ない。だから本当に。運転届くとこ置いちゃったら。さすがに孫は時計屋連れてくべきじゃないですか。まあ、あの水と孫に弱いんで、水と孫は近づけちゃいけない。いけない、うん。でもそっか、お父さんも40過ぎてからなんだ、時計は。うん、やっとなん、やっとっていうか、なんかその多分、なんか時計好きになって、何回か、こう、趣味変わるとか、なんかいろいろフェーズがあると思うんですけど、僕、最近、その、やっぱさっき言ったように、その、あんまり大きい時計に合わないなっていうのが、こう、分かってきたんで、小さい時計、似合いイコール古い時計っていう感じで、ちょっと気持ちが古い方に行ってますね。僕なんかはその、現行品から入ったんで、その、僕に扱えるかが心配だったんですよね。うん。まあ、現行品の方が楽ではあるなぁと思って、ちょっと思ってはいたんですけど。使えるアンティークですね。まあもちろんそうですね。だから、まあ、60年代以降、あの、興味あるっていう。それ以上前だと、ちょっとね、ちょっと勇気がいる。勇気がいる。今日、だからサブマリーナ、あの、ベルト持ってきたんで、あの、リベットベース。リベットベース持ってきたんで、あの、ちょっと付け直してもらおうかなと思って。壊れた？あ、違います。あの、自分でできないんで、ああ。あの、自分でやるとなんか、あの、カチャカチャカーンとかやりそうなんで。時計好きみんな自分でやるじゃないですか。うん、僕でも持っとるけど、あ、そう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 、怖すぎてバネなくしそうで、ね、ピーンって。最初はね、怖いね。いや怖い怖い怖い。確かにね。でちょっと傷つけちゃうしね。ちょっとね、このバラサブはちょっと値段も値段なんですけど、自分でやるの怖いなと思って持ってきました。あら、これもあのファイヤーキットで買ったやつ。あ、そうなの。うん、そうだから、あのやってもらえるかなと思って。バラサブいいね。バラサブいいっすね。でもバラサブにあんまりこうみんなが集中してますとまた、ね、まあそう、あの藤原宏さんっていらっしゃるじゃないですか。うん、藤原宏さんがバラサブ持ってるんですよ。バラサブもどんどん上がっちゃって、それ、うん、だからもうなんか僕いい時に変えたなっていう気がしてます、ね。もう右手に
あるので、はい、はい、はい、この辺で大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、年々高くなってきた。日本が世界一高いって言われてる。うーん、最近入らなくなって。あ、そうなんですね。あ、久々に久々にこの状態見たけどやっぱいいですね。いいですよね。こういう、まあ、リベットも伸びが少ない方でいいですね。うん、たまに変えてあげるとね、気分がガラッと変わるんでいいんで、ね、時計買った気分一本増えた気分です。グッド。買うつもりではあったんですよ。そう、買うつもりでは。あ、それは惜しい。あ、逆にこれ買ってたらなんかもしかしたら沼にハマってないかもしれない。今ここにないかもしれない。今お店で出すとしたらいくらぐらいですか。200万コース。そうなりますよね。僕の中で商品が想定なんですよ、うん、なかなかない。そうですね、俺本当にファイヤーキットで買いました。こういうのでもクリスさんが本当に力説してくれたおかげで買ったんですよ。これを見ながらちょっと考えますって言った時に、あの、これよりいい時計は中野にないですって言われて。20万だよ。買おうかなって前に言ってもらったら90万台、夢のようですね。いや、あったで、うん、あ、僕これ買おうとした頃が20万台とかでした。20万。どこくらいでした。いいですね。買ってないやつを持ってきて目指してもらうっていうのがいいんじゃないですか。これだから両方マットダイヤルですよね、はい、ギルトだったらもっと高いですね、うん、はい、ギルト500、600だ、500、600。そこまで差あるんですか。はい、そうなんです。トランペットを眺める少年の顔をしてます。たまんないよなぁ。僕らが一番つけてる時計が、近年のエクワンなんですよ、うん、便利で。エクワンの良さは知ってて、色気がある。多分ないんですよね。色気がある。出てこないっていうこと。結局のところ当時売れてないんですよ。え、そうなんだ。あんまり人気ない時計だったので。この頃まだ1万円しよう。本当だね。26万。26万。僕は35万ですよね。ちょっと待って、しかもこれでしょ。これでしょ。6263。1980年ですね。昭和50年。80年。いや、まあ当然のようにデートジャストの方が高いんです、ね。014が48万ですから。そうか、今だとなんかね、雰囲気的にデートジャストがエントリーで、うん、みたいな気持ちがあるんですけど。まあ、生まれたくらい。85年生まれなんで、僕ちょっと前、ちょっと前ですね。だからどうあがいても買えなかった。タイムスリップしてタイムスリップしたら、僕らは絶対時計を買いに行く。それ程度ちょっとタイムスリップして買ってきてもね。これがね、もうちょっと憧れすぎて、でももう買える金額じゃないじゃないですか、もう今。まあでもやっぱり、当時としたらデントジャストなら全然上の時計なんで。意味がわかんないよな。まあ、だから売れなかったんですよ、うん、まあ数が少ないってことですよね、うん、結局これだって今多分もう1200とか1500とか全然しますね。しますね。ここもギャラもあったりしたら2000万とか。うわじゃあ次はあの時計を整理して買いに来ないと。
そう、夏塗りだけ集めたんで、これでも可愛いの集めましたね。あんまり売ったことないんです。一回もないんですか、うん、あ、それはでも確かにちょっと勇気がいりますね。あるかもしれない。でもそれがね、これに変換されたら多分もう考えはひとしおだと思うんですけどね。その欲しいが上回った時はこういう手もありますよっていうところで、うん、ありがとうございました。また来ます。ありがとうございます。じゃあ母の元へ帰ります。ありがとうございました。